こんにちは、シュです。今日は秦式太極拳ロカニロの第14式转身摇篮肘と第15式大弓拳小弓拳を練習したいと思います。体を左に回転しながら右足を上げます。左手伸ばします。次は右足を着地して左足前に出して、重心左足に移動して体左に回転、右肘で前を打ちます。次は体左に回転しながら両手左に払います。右足を上部、重心右、体右に回転、両手右に払います。左足後ろにチャーブ、重心左、両手左、右足を横に出して、重心右、体右に回して左足を寄せてつま先着地、左足横に出して重心左に移動、体左に回転しながら両手左に払います。右足をチャーブ、重心右足、両手は右に払います。左足横に出します。一緒に練習しましょう。